八重山蕎麦八重山蕎麦は沖縄県の八重山地方で食されている沖縄蕎麦である。八重山蕎麦の店、竹富町竹富島製法的には一般的な沖縄蕎麦と共通であるが、細めで縮れのないストレート麺が用いられ、ウコンや口なし色素を用いて黄色く着色されたものもある。しかしながら他地域と同様に茹でた後に油処理を行うため、ラーメンなど、 一般の中華麺とは明らかに異なる食感である。麺は断面の丸い丸麺と四角い平麺の2種類がある。もともとは平麺のみであったが、1972年に丸麺が登場して、以降は沖縄本島や県外においても認知度が高まり、現在は丸麺イコール八重山そばの特徴とされることが多い。スープは豚骨の出汁が主体で、 ほんのり甘みのあるのが特徴とされる。具材には、沖縄そばが豚肉の三枚肉を使うのに対し、醤油で煮た豚の赤新肉とかまぼこを細切りにして、乗せるのが特徴である。ピパーツという香辛料を好みで入れて食べる。また、沖縄本島では、紅生姜を添えることが多いが、 八重山地方ではあまり用いられない。沖縄本島にも八重山蕎麦を提供する店があるが、蒸気のような特徴はしっかりと維持されており、一般の沖縄蕎麦とは明確に区別されている。沖縄生麺共同組合は以下の10項目を本場八重山蕎麦の定義としている。沖縄県八重山諸島石垣島にて製造された。 物原料小麦粉タンパク質11.0%プラスマイナス0.5%回分0.42%以下、加水量小麦粉重量に対し34%以上マイナス36%以下乾水棒目2度から4度食塩、棒目5度から10度熟成時間30分以内、面洗面の厚さ1.5から1.7ミリ、丸場番手16番を基本とする。 茹で水の pH8 から9茹で時間、約2分以内で十分加食状態であること仕上げに油処理が施されていることから、蕎麦とは、八重山蕎麦の麺と好みの具、醤油等の調味料をまとめて、袋に入れ、よく揉んで混ぜるという食べ方である。調理前の製造工程ですでに茹でている八重山蕎麦の麺は、加熱せずとも、食用可能であり、 その特徴を利用し、石垣島では、弁当代わりとして、八重山そばの麺を活用することもあった。その際の蒸気のような食べ方を、辛そばと呼ぶ。現在では、コンビニの進出、保存技術の発展により食べられることも少なくなったが、八重山そばの麺を製造している。近城製麺所では、辛そばのタレを販売している。ありがとうございます。